こんにちは、かけむらです。ですね、登録者様が4万人いったので、よかったらブラッド VAB でドライブの動画アップしていただきたいというリクエストございましたんで、今からそうですね、ちょっとスバル手塚山さんの方まで VAB でドライブ行きますんで、よかったら一緒に。はい、それでは約20分ぐらいなんですけれども、大阪スバル手塚山店の方まで、ドライブに行きます。お付き合いください。そうですね、クラッチの操作も動画入れてますんで、何か参考になれば幸いです。大阪以外にお住まいの方でしたら、そうですね、イメージ的には天王寺っていう梅田ハルカスがあるところなんですけれども、それよりもちょっと南側に当たるんですけど、そこに手塚山っていうところがあるんですよ。で、そこまで行きます。今国道43号線ですね、走っています。うわ、なんかお店増えてる、たこ焼き屋さんが増えてましたね。それで今からそうですね、大正区の方に向かうんですけれども、そうですね、冒頭オープニングチャンネル登録者様、リスナー様が4万人おかげさまで登録いただきまして、本当にありがとうございます。ですね、なんやろ、なんか毎日毎日なんかのらりくらりな動画でほんますんません。もうちょっとこうなんか、そうですね、なんかお役に立てる動画でもアップできたらいいんですけど、あんまりネタもなくて、まあ、こうしてなんか、そうですね、運転してる動画がなんか参考になれば、本当なんかもうめっちゃ嬉しいです。次右折します。26号線に入るのかな。YouTube 始めたきっかけは、パソコンのこう FAQ みたいなサイトやってて、ほんで動画の公開の仕方とか質問を受けたんで、まあ試しに自分でもちょっとアップしてみたのがきっかけなんですよ。まあ、あんまり、そうですね、 YouTube を力入れてやろうかなっていうのは一番最初はなくて、なんか資料を上げたりとかで、まあまあやってて、
そんな感じですね。それで、確か、YouTube やってる時に確かインプレッサー買ったんかな。で、まあ何もすることない時にインプレッサーの動画上げたら、なんか1万回ぐらいまで再生されるのにちょっとびっくりして、まあちょいちょい暇があったらインプレッサーの動画をまあアップさせていただいてた次第ですね。でその後になんか一部の人に広告が出せるって YouTube の収益化ですよねが始まって、ああええな、動画でもちょっと広告収入入ったらええかなと思って、それでまあちょっとなんかたわいない動画動画をまあまあちょっとこう作ってアップして、で YouTube のその収益化の規定に入る動画数アップして、んで YouTube の収益化できるようにしたんですよ。それでまあまあ現在に至るみたいな感じです。それでそうですね、今まで YouTube やっててよかったなって思うことは、ずっと実家の喫茶店めちゃめちゃ暇やったんですよ。もう喫茶店やめなあかんの違うかなっていうすごいピンチな時が3年ぐらいあったんですかね。でまあまあそんな中でも YouTube 見ました言って店来てくれて、お店の売り上げ助けていただいたのが、まあ自分的にはなんかすごいピンチの時にみんな助けてくれて、すごい助かったっていうのが YouTube やってて一番良かったかなって、思ってます。あと、まあ、個人的にも、お店からもちろん給料もらえないんで、ウェブサイトと、YouTube の両方で、売り上げ、そうですね、上げて、別によそ働きに行くことなく、まあ、生活できたのも、すごくすごく YouTube のおかげかなって、やっててよかったなって、つくづく思いますね。ただ、そうですね、もうそろそろネタ的にちょっと限界みたいなもうほんまなんか変な話、他の道間違えた、なんか他の別の車買わないとちょっと持たないみたいなちょっとネタがねしんどくなってきましたね。ああそっか、まずどこで道間違えました、またどこで左曲がったらいいんだよ。ここかな、
あの高架の下走るのかな。この高架の下走るみたいですね。あんまりここは走らないですね。この辺、ああ走ったことあるか。あんまり来へんから馴染みがないですね。多分もうすぐやと思います。忘れてた。忘れてました。あかん、刺さらん。あと3分って書いてます。お、釣り具屋さん、ダイワの釣り用品。何でしたっけ、ルノートロフィーでしたっけが走ってました。あともう少しです。ちょっと行ったらスバルですね。どこやろ。速度超過です。
った間に合った、3時約束やったからすんません。大阪スバル、手塚山店さんの方に到着いたしました。ここですね、ブラッドドライブの動画でした。これからもそんなに、面白い動画とか役に立つ動画っていうのをアップしていけないかもわからないんですけれども、ちょっと自動車のレビューとか、まあぼちぼちとアップ、無理のないようにアップしていこうかなって考えてますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。